アルジャジーライングリッシュのニュースルームアルジャジーラはアラビア語と英語でニュース等を24時間放送している衛星テレビ局本社はカタールのドーハにあるタグラインは一つの意見があればもう一つの意見がある英語では AL ジャゼーラもしくはアリアジラと綴られる JSC と表示されることもあるがこれはジャゼーラサテライトチャンネルの略であるジャジーラは アラビア語で、島を意味し、アラブ地域では、一般的に、アラビア半島、さらに同地域そのものを指す。なお、サウジアラビアの新聞など、中東諸国にはこれ以外にも、アルジャジーラの名を持つ報道機関が存在するが、それらとの直接的な関係はなく、別の組織である。ロゴデザインは、ディー,ワーニー体で、雫状に、アルジャジーラと書かれている。 1996年11月1日、カタール首長であるハマドビン・ハリーファー・アール・サーニーより5億、カタールリアルの支援を受けて設立。独立を保った、報道姿勢を保ちつつも、会長には、首長の親戚であるハマドビン・サーメル・アール・サーニーが、就任し、カタール政府を通じた経営という形が取られた。上気金額の支援は開設後5年間の経営を、 維持するものとして行われ、2001年までに広告収入などによる独立採算を達成することが期待されていた。しかし目標を完全に達成することはできず、ワシントンタイムズ誌によると、2004年時点でも年間3000万 US ドルの支援を受けていたという。イギリス人ジャーナリストヒューマイルズ著、アルジャジーラ報道の戦争によると、収益の多くを 日本の日本放送協会を中心とした海外メディアからの映像使用料が占め、特に NHK が払う金額が一番大きく、同局の大きな助けとなっている。また同庁によると同じニュース専門局 CNN と比較して CM の放送時間が少ないという。長らくカタール政府の出資により経営が続けられていたが、2015年頃に、 なると、原油価格の下落などで、カタールの財政状況が悪化。同年夏には、アルジャジーラの取締役会が、会社経費の削減を検討し始めた。直接的な人員削減は2016年に入ると、急速に始まり、同年1月12日には、アルジャジーラアメリカの廃局が伝えられ約700人が、解雇された。また、3月27日には、 アルジャジーラ本体で500人前後の人員削減を発表している。人員整理が始まる前の職員数は約3500人とされており大部分が整理される見込み。従来からの欧米中心の視点とは異なるアラブ系メディアでありアメリカのテレビがアメリカ社会文化に変更しているのと同様アルジャジーラも当然アラブ社会文化に変更しているが これが直ちにアルジャジーラが、反米メディアであることを意味しない。カタールは、欧米諸国に対しては、イラク戦争では基地を提供する程度には、比較的に穏健な姿勢であり、このアルジャジーラは、カタール政府が、西洋の近代的メディアを手本に創設したものである。また、パレスチナ自治政府の汚職などの問題を追求したり、イスラエル人が出演して、ヘブライ語で話すなど、 他のアラブのメディアがやらなかったようなことも積極的に取り上げる。アルジャジーラは自らを統制で政治的圧力を受けない中東で唯一の報道機関であると謳っている。実際に英国のインデックスオンセンサーシップでは2005年にアラブ諸国における 自由な情報交換を促進し、検閲を拒否する勇気の一例として紹介されているし、アメリカにおいても1999年のニューヨークタイムズ紙にアラブ諸国で最も自由で最も広い観点を持つテレビネットワークと評されている。ただし、カタールの内政には言及しないほか、ジャスミン革命に橋を発する中東諸国の騒乱では、スンニ派のリビアシリアの 反体制派を擁護する一方で、バーレーンのシーア派反体制派には、非擁護的な報道を行うなど、公正な報道に対して疑問を覚える視聴者も少なくない。アナウンサーの出身国は、アラブ世界の広範囲にわたっており、本人たちの宗教もイスラム教やキリスト教と多様である。服装面に関しては、宗教色が強くなく、長らく、 ヒジャブを着用する、ムスリマ女性アナウンサーは見られなかったが、2003年、アルジェリア出身の有名女性アナウンサーが、開局以来初めての着用者として登場し話題となった。その後局上層部は、露出が少なく、つつましいとみなされる服装を求める意向を強めて、いったらしく、2010年には、服装ガイドラインを受け入れがたいとした。 女性アナウンサーたちが集団で G を表明するという事件も起こった。かつてサウジアラビアの衛星企業オービット社と BBC との間でアラビア語ニュースチャンネル設立の準備が進められていた。BBC より技術、人材面での協力を受けオービットから資金が出るというものであった。オービットは娯楽等チャンネルを有料契約にて提供するという 業態をとっており、BBC のアラブ版はこれらの一つとして、サービスに組み込まれる予定だった。1994年3月、両者の間に10年契約が結ばれた。数ヶ月後1日あたり2時間の放送が、ウエストロンドンにある BBC スタジオより開始され、1994年末には8時間、放送に移行した。BBC のアラビア語版。 ニュースチャンネルに関して、英国では BBC がオイルマネーに屈したとの声も聞かれたというが、同チャンネルにとっての大きな障害は、他の英国版チャンネル同様の報道姿勢を貫こうとする BBC と、体制側にとって好ましくない内容の放送を望まない、サウジアラビア側との間に生じた圧力だった。この問題は、BBC が英国に在住していた。 サウジアラビア出身の反体制イスラーム活動家の取材をしたり、サウジアラビアにおける人権蹂躙問題の報道をしたりしたことで決定的となっていった。そして1996年4月、オービット側がアラビア語ニュースチャンネルの送信を中止することで、同プロジェクトは終焉を迎え、BBC による訓練を受けた報道関係者らも職場を失った。 なおその後、BBC のアラビア語テレビ放送が2008年3月11日に改めて開局している。中東情勢が緊迫し、アラビア語によるニュースチャンネルの重要性が認識されていた頃の再出発であった。かつて、オービットと合同で進められたプロジェクトとは異なり、BBC により放送されているワールドサービスのチャンネルという位置づけで画面デザインや 報道姿勢も英語版 BBC 放送に非常に近いものとなっている。カタールを拠点とするアラビア語ニュース報道局の設立を計画していた首長ハマドビン・ハリーファ・アルサーニーは BBC とオービットの合弁事業が頓挫したのを受けて BBC にて訓練を受けた関係者を大量にやっと入れた。これがアルジャジーラ海局を支えた人材となった。 1996年11月1日に開局。放送機材はソニーがすべて受け負った。当初は6時間のみの放送で、1997年に12時間の半日放送となった。24時間放送に拡大したのは1999年のことである。2001年アメリカのアフガニスタン侵攻の報道において、 タイシール・アッルー・ニー・トクハインの活躍により、アルジャジーラの名が広く知られるようになる。アルカアイダから送付された、オサマ・ビン・ラディに容疑者のメッセージの映像を、独占放映したり、アフガニスタン国内から、戦争実況を中継したりなどの報道活動により、一躍注目を集め、中東の CNN と形容された。同年12月15日、 アフガニスタンに入国しようとしたサミ・アルハジカメラマンが、パキスタンの入国管理で拘束され、アメリカ軍に引き渡された。アメリカ軍は、アルハジの容疑を、ビン・ラーディンのビデオを撮影した、アフガンにミサイルを買いに行った、9.11テロ後、あるイ間に、資金援助していたなどと頻繁に変更したが、いずれも立証することはできなかった。しかし、アメリカ軍は、アルハジカメラマンを、 適正戦闘員とみなして、裁判にかけることなく、キューバのグアンタナモにある、米軍基地に設けられたグアンタナモアン収容キャンプに、拘束し続けた。アルハジの弁護士によれば、彼が拘束されている罪状は、全くの口実で、取り調べの内容は、アルジャジーラとアルカーアイダの結びつきについて、自白させようとするものであり、またアルジャジーラの内情をスパイとして提供するなら、 釈放すると持ちかけられたという。2008年5月2日、ようやく釈放され、アルハジは出身国のスーダンに帰国した。2003年イラク戦争では、イラク市民の戦争被害やアメリカ兵の遺体映像などを流すなど、欧米メディアとは異なる視点のニュースを伝える姿勢は、中東、ムスリム社会において、存在価値をますます高めている。この戦争では、 アメリカ軍のミサイルが、アルジャジーラのバグダード支局に命中し、特派員、ターリクアイルブが死亡している。2005年6月、刷新開局。これまで使用してきた、アラブ町のアイキャッチ等を一新した。2006年11月1日、開局10周年を迎え、これまでのツボネの足跡をたどる番組のほか、子供と大人が討論する番組など、 様々な特別記念番組を放送。また、これまでに殉職したスタッフに対して、社員一同による黙祷を行った。この他、開局10周年にちなみ、多くの新しい企画が開始された。2013年1月2日、アメリカ合衆国元、副大統領、アルゴアとジョエル・ハヤットが設立したカレント TV の買収を発表した。 買収額は500億ドルのうち、ゴアへの譲渡額は100億円であった。これによって、ゴアは産油国カタールから巨額の利益を得たという批判があることを認めている。カレント TV は、アルジャジーラアメリカとして再始動した。2001年9月11日以降、対テロ戦争を国策に掲げる、再のアメリカ合衆国連邦政府においては、 ビンラディンからのテロを正当化するメッセージをそのまま放送したことから敵対勢力の主張を発信し宣伝しているとして問題視された。アルジャジーラ側はあらゆる観点を取り上げているだけと反論したが、これによってアルジャジーラとタイアップしていた CNN などいくつかの報道機関に政治的圧力が加えられ、その放送割り当て時間が削減された。さらには、 2005年11月22日付のイギリスの大衆紙デイリー・ミラーによるとアメリカのブッシュ大統領がイラク戦争のファルージャ攻撃においてドーハのアルジャジーラ本部にも空爆を意図していたとしている。これに伴いアルジャジーラはスタッフやキャストあるいはその家族を揃えての批判キャンペーンを行った。またイラク戦争中に 米兵の遺体を放映したことで NISEMKT への立ち入りを禁止されたほか最近ではチュニジアの反体制運動家へのインタビューが原因で在カタールのチュニジア大使館員が全員引き上げるなど報道内容が政治問題化してしまうこともしばしばある2011年エジプト騒乱ではエジプトでの取材許可を取り消されたほか衛星経由での 伝送を妨害されるなどしたが、精力的な現地レポートを続け話題となった。2017年5月、サウジアラビア、バーレーン、UAE、エジプトの各国は、アルジャジーラがイラン寄りの報道をしたことを理由に、放送の遮断に踏み切った。翌月、各国は、カタールとの国庫断絶を表明し、受信の早期回復は、絶望的な状況となった。また、 断行した4カ国は2017年6月24日までにカタールに対しアルジャジーラの閉鎖を含む13項目に渡る要求を送付して圧力を加えている。アルジャジーラのテレビ番組は報道だけではなく時には出席者すべてが途中退席してしまうほど白熱する討論番組反対方向著名なイスラム法学者ユースフアルカラダが クルアーンの知識にのっとり、法から、性生活に至るまで、幅広い視聴者からの質問に回答する、宗教番組、シャリーアと生活も高い評価を受けている。カタールのドーハに本局を置くアルジャジーラの英語版、チャンネル。当初は AL、AL ジャゼーラインターナショナルという名称で、試験放送を行っていたが、最終的に AL、AL ジャゼーライングリッシュとして開局した。 2006年11月15日、英語による放送アルジャジーラ・イングリッシュの放送が当初の予定よりも遅れて開始された。開局にあたっては、イットン、BBC、アメリカ ABC、CNN といった海外メディアから記者を引き抜くなどし、話題を呼んだ。リズ・カーンもこの時の遺跡組である。なお、英語版で最初に報じられたニュースは、 千島列島での M7.8 の地震であった。アラビア語版アルジャジーラチャンネルでは、日本留学経験があり、日本語や日本文化や日本事情に精通したスタッフが、取材を行っている。これまでに、時事ニュース、社会問題から、ポップカルチャーまでの広範囲にわたってカバーし、日本に関する情報を発信してきた。時事ニュース以外については番組、で放送されることが主である。 この番組では各国の特派員が政治、社会、文化について現地で取材したレポートが流される。取り上げる話題は日本のテレビでもあまり報じられない地方の社会問題や若者文化にまで及ぶこともあり、日本の知られざる一面をアラブ社会に紹介する一助となっている。2003年12月、アルジャジーラの日本における 支局開設準備が進んでいることが判明した。2004年5月2日、ドーハで開催されたアラブ日本メディアシンポジウムにおいてアルジャジーラ東京支局の開設が正式に発表された。同支局は北京支局に続いて2局目となるアジア地域の支局となった。2004年5月当時、スタッフは3名在籍しており、開局当初の3ヶ月間は NHK より、 技術支援を受ける予定であると報じられた。初代局長は日本留学経験があり、開局当時ですでに日本在住10年だったレズラジモスタッファが務めた。同志は2001年よりアルジャジーラのアドバイザーをしており、そのまま局長に就任した形となった。東京支局開局当時より日本からの報道を伝える特派員の一人としてファディサラメが挙げられる。同氏は シリア出身。ダマスカスイカ大学卒業後に来日し、東京イカシカ大学にて、内視鏡外科術を研究していた。最終的には消化器系に関する博士号を取得している。一方医学を学ぶ傍らで、ジャーナリズム分野での活動を行い、フリーランスのリポーター、NHK の NHK ワールドラジオ日本、スタッフを務めた後、2004年に、 アルジャジーラ東京支局の特派員として加わった。2016年8月時点でも在日本特派員としてアルジャジーラに登場している。2011年3月11日に発生した東日本大震災においてもアルジャジーラを通じて日本からアラブ世界に向けて情報を発信した。2001年11月9日日本のスカイパーフェクティ で一部時間帯における日本語解説を含むアルジャジーラ放送が無料にて放送開始となった。別途チャンネル契約のいらないプロモチャンネルとして終日提供されていたが試験放送のまま1年後の2002年9月30日に放送終了することが発表された。スカパーでの提供終了後、普通の衛星チューナーとテレビで気軽に視聴できるアルジャジーラ放送は NHKBS1 のおはよう世界においてのみとなった。世界各局、テレビニュース、ワールドニュースアワーの一つとして枠が設けられ、日本語による自殺通訳が付けられた。同番組は NHK のチャンネル改編後、ワールドウェーブとしてリニューアルした。アルジャジーラも依然同様に視聴することができる。AL ジャゼーライングリッシュに関しては横浜にある。 衛星放送事業を専門とするハマーズ社が配信を手掛けており、日本国内の東京ケーブルネットワーク等がプロジェクトパートナーとなっている。なお、東京ケーブルネットワークでの提供については、専門チャンネルラインナップの一つとなっており、法人向けの映像配信サービスとしての扱いである。2013年、アルジャジーラはアメリカ合衆国の既存のテレビ局、 カレンと TV を買収して、アルジャジーラアメリカを発足させた。イスラムの視線に立ったアメリカ国内向けの報道と、評論に力を入れてきたが、プライムタイムの視聴者数は平均して2から4万人に、とどまるなど、視聴率は伸び悩んだ。2016年、原油価格が低迷し、アルジャジーラ本体の経営見直しが進むと、同年1月13日、 社内会議で突然放送局の閉鎖が打ち出され、同年4月12日に放送は終了した。同局の成功を見本として、ベネズエラ政府の主導のもと、キューバやアルゼンチンなどの政府が参加して、同国の首都カラカスに2005年7月24日に設立されたテリーサーがある。ありがとうございます。